皆さんどうも、今回は J1 第28節ジュビロ磐田対北海道コンサドーレ札幌について振り返っていきますので、最後までお付き合いいただけると嬉しいです。では早速やっていきましょう。この試合なんですが、コンサドーレ札幌かなり有意義な勝利だったんじゃないかなと思います。何かきっかけをつかんだ一戦だと思いますし、大逆転の残留への望みをつないだ一戦だったんだと思います。でジュビロ磐田なんですけど、かなり苦しい一戦となりました。本当にどうやって進んでいくのか、バランス感覚がかなりなくなっている状況で、この敗戦は痛いんじゃないかなと思います。じゃあどのようにして北海道コンサドーレ札幌が勝利をつかみ取ったのか、こちらについて振り返っていこうと思います。この試合なんですが、コンサドーレ 4-2-3-1 ではなく 3-5-2 っぽく試合を進めていました。で 4-4-2 と 3-5-2、 これを行き来することでジュビロを苦しめることに成功しています。この時のスペースの創出の仕方と中盤での相互関係がかなり良かったんじゃないかなと思いました。特に大崎選手、駒井選手、青木選手、彼らの入れ替わりだったり立ち替わりっていうのは、確実にジュビロのファーストプレスラインのところに制限を与えていましたし、それによって押し込むこと、攻撃の迫力を増すことができたんじゃないかなと思います。じゃあどのようにそれを作り出していたかというと、まずなんですが、442っぽく攻撃を作っていくときは大崎選手が折れることが多くなっていきます。でこの際にやっぱり高尾選手だったりミンギュ選手、彼らが幅を作っていくんですが、負けていたとき、勝てなかったときっていうのは、ここのスペースの共有をどうするかっていうのは問題点として大きく残っていたんですが、駒井選手と青木選手、この試合は 3-5-2 っぽく振る舞っていたんで、彼らがセンターハーフとして降りてくることが多くなっていきます。で高尾選手だったりミンギュ選手、特にミンギュ選手なんですけど、幅を作るタイミングと上がっていくタイミングっていうのがめちゃめちゃ上手なんで、菅選手だったり近藤選手、特に菅選手が内側に入った瞬間の、ここの上がっていくタイミングがいいんで、クルークス選手、逆だったら松本選手のところをうまく広げていくこと、もしくは止めていくことっていうのがかなっていたんじゃないかなと思います。でここのスペースをどのように共有していたかっていうと、岡村選手、菅野選手、大関選手、ここの3枚でうまくファーストプレスラインに影響を与えていくんですが、ここの引き剥がしっていうのがかなり良くなっていて、で駒井選手、青木選手が降りた瞬間のスパチョーク選手の出口の作り方で、鈴木選手の出口の作り方っていうのはかなり良かったんじゃないかなと思います。でこの試合、スパチョーク選手と鈴木選手、彼らが2トップのような形になっていたんですが、このグラッサ選手、ヒル選手、ここをピン止めするのか、それとも先ほど言った出口を作っていくのか、ここのピン止めと出口の作り方、離脱がかなり良かったかと思います。でじゃあどのように前進をしていたかっていうと、じゃあ例えばですけど、青木選手がこういう風に降りてきた瞬間にはジュビロの2トップが縦関係になることが多くなっていきます。でこの際に大崎選手が逆サイドの岡村選手にボールを渡したときに、よく行っていたのが、大崎選手がこういうふうに降りてきて岡村選手に持ち出させていくことです。これはかなりコーチングをしていましたし、大崎選手の2トップの動かし方と、青木選手だったり駒井選手が降りてきた時の2トップへの影響の与え方によって、岡村選手が持ち出すことっていうのはかなっていたんじゃないかなと思います。これによってジュビロ磐田はかなり苦しんでいましたし、ここの岡村選手が持ち出した先の3枚のトライアングルの作り方っていうのはかなり良かったんじゃないかなと思います。で松本選手に対してうまくトライアングルを作って優位性を取っていくんですが、この際にゴメス選手が駒井選手に寄った時には、高尾選手に一発でパスを出すことっていうのもできていましたし、この際にじゃあ例えば高尾選手がボールを持った瞬間に近藤選手がこういうふうに内側から外側に抜けていくことで、このサイドの奥を取っていくことっていうのはできていたんじゃないかなと思います。で当然なんですけど、ここの駒井選手経由で高尾選手がこういうふうに上がっていくことによって、近藤選手と高尾選手の数的優位をうまく作り出すことっていうのもかなっていましたし、かなり持ち出した先の持ち出しを促すためのポジショニングだったり、相手をどのように動かしていくかっていうのはうまくいっていたんじゃないかなと思います。それもこれもここのエリアの青木選手だったり駒井選手の折り方だったり影響の与え方が良かったんで、このサイドのところでユニットを作ることっていうのはかなっていたんじゃないかなと思いました。で他にもあって、じゃあ例えばですけど、渡辺選手、ジャーメイン選手が岡村選手、大崎選手、
ここをかなり意識した時っていうのは、小前選手で出口を作ってくるスパチョーク選手のところで、こういうふうなレイオフを作りながら前進をしていくこと、プレスラインを越えて安全に進んでいくことっていうのは叶っていたんじゃないかなと思います。でこの際に菅選手も近藤選手もかなり内側を取ることで、このフォーバックを止めることができていましたし、スパチョーク選手だったり鈴木武蔵選手はこういうふうにディフェンスラインからの離脱がかなり上手なんで、ここのセンターハーフを止めることによって、この青木選手のレイオフを作りながら攻撃を仕掛けていくことっていうのは叶っていたんじゃないかなと思います。だから可変の仕方っていうのは勝ててない時と若干似ているんですが、先ほども言ったようにここの共有の仕方がかなり良くなっていて、だからこそレイオフを作ったり、ここの2枚になった時にもうまくセンタートップを動かしたり止めたりしながら攻撃をビルドアップをしていくことっていうのは叶っていたんじゃないかなと思います。で当然なんですけど、このミンギュ選手、高尾選手が幅を作りながら、でなおかつ岡村選手が残っているこの 3-1 の形もあるんですが、この際っていうのは大崎選手がうまく渡辺選手とジャーメイン選手、彼らを止めていくことが多くなっていきます。でこれも先ほどと同じ文脈で、じゃあ例えば高尾選手だったり岡村選手にジャーメイン選手と渡辺選手がプレッシングをかけてきた際っていうのは、大崎選手が空いてくるんで、こういう風なレイオフで大崎選手がポイントを作ることっていうのも叶っていきますし、仮にここの渡辺選手とジャーメイン選手が大崎選手を消した時っていうのは、こういう風な形でミンギ選手が持ち出してこのユニットを作りながら攻撃を仕掛けていくことっていうのは叶っていたんじゃないかなと思います。442に対して352をうまく作り出したことによって、小前選手、青木選手がセンターハーフを止めるのか、それとも青木選手が降りながら2トップの離脱と小前選手でうまくセンターハーフを止めながらレイオフを作っていくのかで、2トップの動きを見て高尾選手だったりミンギ選手、彼らに対してスペースを与えつつ持ち出しを促していくのかっていうのは使い分けることができていたんじゃないかなと思います。でこの回避をずっと続けていくことによって、コンサドーレは押し込むことができるようになっていきます。でこの押し込んだ際にジュビロ磐田はクルークス選手だったり松本選手、彼らがウィングバックに対して下がっていくことが多かったかなと思います。でこれは多分基本的に作り出していたジュビロの守備なんですが、これによって高尾選手だったりミンギ選手、彼らの攻撃参加を促すことができるようになっていきます。なぜならここのスペースがかなりできてくるんで、安全に高尾選手ミンギ選手が持ち出すことができるようになっていくからです。これによって持ち出したボールサイド、例えばセンターバックのミンギ選手が持ち出した時には、青木選手、菅選手、ミンギ選手のこのトライアングルを作りながら、誰かを引っ張り出した時にスパチョーク選手だったりがこういうふうに内側をさらに奥から取っていくことっていうのができていましたし、この背後を取った時のやっぱり人数のかけ方っていうのはコンサドーレ札幌の良さであって、でこの人数をかけた時の攻撃力っていうのはやっぱり目を見張るものがあるんじゃないかなと思います。だからこそ攻撃を仕掛けることができていましたし、迫力を増すことができていたんじゃないかなと思います。でこれもそれもやっぱりビルドアップのところでプレスを回避し続けたことによって、ジュビロ磐田の守備ブロックを押し下げることに成功したんじゃないかなと思いました。で守備の局面でもかなりこの試合は良かったんじゃないかなと思います。でジュビロ磐田なんですけど、グラッサ選手、ヒル選手と、中村選手だったりゴメス選手がアンカーの位置に入っていくことで、こういう形を作り出していきます。でこれに対してコンサドーレなんですけど、鈴木選手とスパチョーク選手がセンターバックに対して向かっていくことで、中村選手、ゴメス選手には、インサイドハーフの青木選手と小前選手で、2トップには岡村選手と大崎選手、高さと強さを担保しながら、蹴らせて回収っていうのを行っていくんですが、大きく修正されたところとして、この近藤選手、菅選手、彼らがサイドハーフをうまく消しながらサイドバックに出ていくことが多くなったかなと思います。微調整といえば微調整なんですけど、大きく僕は修正されたところだと思いますし、あらかじめウィングバックの選手がサイドバックまで出ていってしまうと、やっぱり泣きどころであるここの幅を作られたサイドハーフのところを、どのように対応していくかっていうのは難しくなってくるのが3センターバックの問題になってくるんですが、ここをうまく消していくためのポジショニングをウィングバックが取るようになったんで、特にクルークス選手のところはかなり幅を作っていることが多いんで、ここに対してミンギ選手のこの横スライドが多くなる分、やっぱりここのチャンネルが空いてしまって走られた時に、ピンチになることは実際にあったんですが、それをうまく
ぼかしながら菅選手だったり近藤選手がこのサイドハーフ、まあ、特にクルークス選手のところを消しながらサイドバックの上村選手に出ていくことができたんで、うまく守ることができていたんじゃないかなと思います。まあ、当然ここの松原選手って上村選手のところに逃げられることはあったんですが、まあ、ここから出ていった時の選択肢の少なさをうまく押し付けることができたんで、コンサドーレは上手に守ることっていうのも叶っていたんじゃないかなと思います。まあ、このようにしてコンサドーレはジュビロ磐田に対して攻守においてかなり圧をかけていましたし、何よりも大崎選手、駒井選手、青木選手の中盤の共有の仕方、スペースの共有の仕方っていうのはめちゃめちゃうまかったんじゃないかなと思います。まあ、本当に何かきっかけになりそうというか希望をつないだ勝利だったと思いますし、大逆転での残留っていうのは少しずつですが見えてきた一戦だったんじゃないかなと思います。まあ、対するジュビロ磐田は冒頭にも触れたように、まあ、どのように前進をしていくのか、まあ、ジャーメイン選手だったり渡辺選手だったり、まあ、ペイショット選手だったり、まあ、どのように彼らにボールを届けていくのかっていうのはやっぱりポイントとなってくると思いますし、まあ、上のパスっていうのはゴールにすぐに近づけるようで実は遠回りっていうのがあって、まあ、そこの速さの選択っていうのはどこでどのように取っていくのかっていうのは本当に大切になるんじゃないかなと思います。シーズン当初はしっかりと保持を作りながら、まあ、上のパスを使いながら攻撃、そのバランス感覚がかなり良くてその攻撃力っていうのを発揮していたんですが、まあ、どのようにそれをもう一度取り戻していくのかっていうのは、まあ、常々言ってますけど必要になってくるんじゃないかなと思います。はい、まあ、本当になんかコンサドーレがめちゃめちゃ強いなと感じる一戦だったんで、ぜひ皆さんこの試合見返してみてください。はい、本日も長々と喋らせていただきましたが、今日はこの辺りで終わろうと思います。チャンネル登録と高評価していただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。